全国2500万のプロレスファンの皆さん、こんばんは。太平洋を越えまして、アメリカカリフォルニア州ロスアンゼルスのオリンピックオーディトリアムからご挨拶申し上げます。思えば昭和33年の8月、当時不滅のチャンピオン、不敗のチャンピオンよと言われました鉄人ルー・ペーズを打ち破りまして、日本の誇る日本プロレスの総帥、創始者、力道山がインターナショナル選手権を獲得したのがこのリングでございます。時移りまして、ジャイアント馬場選手がそのインターナショナル選手権を継承いたしまして、彼は21回の連続防衛記録を樹立しております。そしてその後も18回の防衛記録を達成していたのでありますが、12月3日大阪府立体育会館におきまして、ジーン・キニスキーについに打ち破れるという大変な一戦を演じてしまいました。インターナショナル選手権が初めて海を越えたわけでございます。今日はこれからジーン・キニスキーとジャイアント馬場選手の一戦をご覧いただくことになっております。いよいよジャイアント馬場選手、挑戦者の入場が待たれます。満員のオリンピックオーディトリアム、ぎっしりと詰めかけましたお客様です。皮膚の色も、そして背の高さも、さまざまな、またカラフルな観客席、ひときわ高い歓声が上がっております。リング上にはすでにおなじみのジミー・レノンさん、リングアナウンサーのジミー・レノンさんが登場しております。振袖姿も美しいお嬢さんがこれから登場いたします。いよいよジャイアント馬場選手、必勝を期しましてのリターンマッチが開始されるわけであります。シリーズの終了とともにハワイに渡りましてトレーニングを積み、4日前にこのロスアンゼルスに入りました。前インターナショナルチャンピオンジャイアント馬場選手、日本のプロレスの伝統に輝きますインターナショナル選手権を絶対に奪還するという意気込みに燃えております。現地時間でただいま10時40分を超えたところでございます。ジミー・レノンさんの隣におりますのがマイク・ラベールさん、NWA のインスペクターとして今日リング上に登場しているわけであります。大変な拍手が沸き起こりました。ジャイアント馬場選手が通路を駆け分けての入場であります。後ろに高千穂選手を従えまして、ただいま入場してまいりましたおなじみのジャイアント馬場選手であります。リングへ上がる前にちょっと決意を聞いてみましょう。どうですか？まあ、今日はね、何としてでももう勝たなきゃもう日本帰らないというつもりで、ね、頑張ります。そうです、必勝を期して絶対に日本へは帰れないという気持ち、その決意を物語っております。この表情をよくご覧ください。まあ、とにかくね、もう大阪でやった二の舞を繰り返さないということね、いろんな彼の技をよくかかってもその全面的にかからないということね、頑張ってください。お願いいたします。馬場選手に決意を聞いてみました。高千穂選手もこのロスアンゼルスに参りましてから元気に試合を展開しております。今日もこの前の試合で素晴らしい動きを見せまして、満員のロスアンゼルスオリンピックオーディトリアムの拍手を浴びたわけであります。レフリーはレッドシューズズーガンさん、チャンピオンの登場が待たれます。2年ぶりのロスアンゼルスの登場であります。カナダ出身のインターナショナルチャンピオンジン・キニスキー、通訳のジョン・大森さんから聞いてもらいます。このですね、インターナショナル選手権を獲得してカナダのファンが大変な反響あったと思うんです。それから今日のですね、この試合への決意をね、聞いてもらってください。Okay. Jane,
What kind of reception did you receive when you went back to Canada after winning the championship game in Tokyo? Well, it's one of the proudest occasions in Canada. The last time I received such an ovation and accord was when I won the title from Lou Thesz. They were very, very proud because they realized I had a very difficult match in Osaka, Japan, with Giant Ababa. And when I came home with the belt, they were very, very elated. Okay. Canada How about the prediction for tonight's game? I am the champion. Baba has to defeat me. 彼がチャンピオンだから、バーバー選手が彼をやっちゃわないといけない。彼がチャンピオンであるということです。非常にそれを My style hasn't changed. I was very, very successful in Osaka, and I feel I'll keep the pressure on Baba. And at the end of the match, I am sure I will win again. Baba has to be on the offense. He will make a mistake, and I shall defeat him for the second time. 今のコンディションは上々で、このロサンゼルスでやる彼のファンも多いし、ロサンゼルスで試合するには絶対勝ってみせる。この2回目の選手権でも絶対勝ってみせるということです。そうですか。頑張ってください。いい試合をしてください。Good luck to you, Jin. Okay, thank you very, very much. Sayonara. チャンピオンのジン・キニスキー選手でした。スタイルは絶対に変えるものではない。チャレンジャーの馬場選手の力を期待するといった感じの、むしろ貫禄十分なジン・キニスキー選手であります。これからチャンピオンジン・キニスキー選手からチャンピオンベルトの返還、そして花束贈呈などが行われます。チャンピオンシップのかけられましたこの試合のセレモニーが行われるわけでございます。時々聞こえておりますラッパの音、これは観客席にあります。50センチ以上もある大きなラッパであります。モスメアスルーカルシーアフィミツビシエレクトリックコーポレーションオフジャパン。They will present flowers to the champion, the challenger and the referee. Anataba Mosume.この番組をお送りしております三菱電機のアメリカブランド MGA の皆様も大変大勢応援に詰めかけております。三菱電機から花束が贈られます。Ladies and gentlemen, President Sam Mutsig of the National Wrestling Alliance is not hereBut the Olympic Auditorium promoter Mike LaBelle will be in charge and keep the belt during the match. Mike LaBelle. Baba 選手へも三菱電機からの花束、さらにレフリーのレッドシューズズーガンに花束が贈られました。During the match. Ladies and gentlemen, we welcome you to the Olympic Auditorium in Los Angeles, California, United States of America. And now we go into the all-important championship match, ladies and gentlemen, for the International Heavyweight Championship.The title and the belt will be at stake. Mike LaBelle will be in charge of the belt during the match. It will be 2 out of 3 falls over the championship time limit. This title bout is sanctioned by the National Wrestling Alliance. I present to you the challenger, standing 7'3", at 318 pounds from Tokyo in Japan,
The former champion tonight, a challenger, Shohei Baba. And I'll present to you from Edmonton, Alberta, Canada, weighing 272 pounds, the defending champion, the very capable veteran of wrestling, and he's the international heavyweight champion, Gene Kiniski. Your referee in charge will be Johnny Red Shoes Dugan. レフリーのレッドシューズズーガン氏から、さらにインスペクターのマイク・ラベール氏にインターナショナルチャンピオンベルトが返還されました。いよいよ試合が開始されます。ミスター・モトさんから激励を受けますジャイアント馬場選手。チャンピオンのジーン・キニスキーは握手を嫌いまして、これからリング上に登場します。いよいよゴングが鳴りました。インターナショナル選手権試合の開始であります。激しい動きを見せますチャンピオンのジーン・キニスキー。放送席には吉野里純三さんをお迎えしております。よろしくお願いします。皆さんこんばんは。いよいよやってきましたね、リターンマッチの一戦、ね、大変な大切な馬場選手にとっては一戦を迎えております。キニスキーも無冠の帝王から輝くインターナショナルチャンピオンシップを得て、またまた元気になった感じですね。そうですね、もうとにかく日本を離れてですね、はい、ものすごく喜んでですね、もう威張られてですね、持って帰れたんですよね。それからやっぱり取ってからでも、もう何ですか、昔取ってますからね、はい、もうこっち来てもずっと威張られっぱなしでね、もう馬場君も本当に今日はもう必死ですよね。しかしこのリターンマッチにこぎつけるまで、日本プロレス関係者の努力は大変でしたね。そうですね、あの MWA のですね、はい、マソニック会長がですね、ものすごく骨を折ってくれましてね、はい、このあれになりましたけどね。でここのもうオリンピックのですね、ラベルですか、あの人も協力してくれましてですね、はい、この試合場を貸してもらったんですよね。今日はもう馬場君も言ってましたけど、もう久しぶりにこんないっぱい入ってるところ見たなって言ってましたけどね、はい、もう日本人もだいぶ多いですよね、そうですね。だからもうリングの上でもですね、よーしなって言ってましたけどね。リングサイド見回したところ、日本人の顔もたくさん見られます。名実ともに国際的インターナショナル選手権をかけましてのチャンピオンシップの60分3本勝負が行われております。カナダアルバータ州エドモントンの出身でありますジーン・キニスキー、今日のこの一戦ですよね、はい、あの日本ルールとアメリカルールでだいぶその揉めてたんですよね。だけどやっぱりアメリカへ来ましたんですよね、アメリカルールになったんですけどね。もうアメリカルールというのはもう2ホール取らないとチャンピオン移動しませんからね、はい、もう大変な一戦ですよね。ババ反則はないということですね、反則負けは勝ち負けによる移動はない、はい、タイトル移動にしないんですね。そうですか、今日のルールであります。それでは馬場選手が完全に2つのホールを奪わなければチャンピオンベルトの奪取はできないということですね。拳を固めてジャイアント馬場選手、腕を取って攻勢でありますジーン・キニスキー。
タイトルを奪取できなければ日本へは帰らないと言っておりますジャイアント馬場選手、必勝を期しまして今日の一戦に臨んでおります。この間ですね、はい、パソニック会長にもですね、この今度もしこの一戦でですね、この間はもうとにかくこの一戦を早くやってもらわないとですね、ファンに申し訳ないばっかしでですね、すぐ交渉しましてね、今度は1月もし馬場君が取れない場合は1月に猪木選手、2月ぐらいに坂口選手って、そういう申し込み、してあるんですよね。そうですか、実力は今の世界でナンバーワンに位置いたしますこのジーン・キニスキーであります。66年昭和41年の1月にルー・テイズを打ち破りまして NWA の世界ヘビー級チャンピオンの座につきましたジーン・キニスキー、その後3年猶予にわたりまして強豪をなぎ倒してまいりました。ファイティングマシン、あるいは戦うチャンピオンよと言われておりましたこのジーン・キニスキー、まあ、レスリングでは非常にうまみを持っている人と言っていいでしょうね。もう潔癖ですよね、はい、またこの間も馬場選手に負けましたけどね、これだけのもう目方 のある人同士だったらですね、いつどこでどんでん返しかわからないんですね。確実性なんていうのは絶対もうないですね。馬場が攻勢に出ますがロープに逃れます。ジン・キニスキーであります。これ逃げ切りやられたらもうダメですからね、はい、ロープブレークから巧みに足を取ってジャイアント馬場選手を倒しました。ジン・キニスキー、レフリーのレッドシューズリューガンから注意が与えられております。これにエキサイトいたします。ジン・キニスキー、ちょっともうオリンピックオーディトリアムでも荒法師ぶりを発揮してますね。もうファンの声が大きくてちょっと、はい、あれですねキックに行きました。キニスキー構成フライングメアからキーロックに入ります。さあこういう風になったらこう持久戦ですよね。持久戦に持ち込まれるとちょっと馬場君不利になりますよね。チャンピオン有利ということですね。逃げ切りがありますからね、はい。このも戦術は絶対持久戦の戦術ですからね、はい、この両者過去インターナショナル選手権を巡りまして5戦を行っております。戦績は1勝1敗3分けお互いに1勝1敗3分けの成績であります。ホール数にしましてジン・キニスキーが5ホールを取っておりまして、ジャイアント馬場選手の4つをリードしております。まあ、実力白昼の両者、本当にインターナショナル選手権を巡っての対戦は絶好のカードですね。もうこれはもうアメリカのファンでもですね、ここでこんないい試合見れるのはもう今日はもう結局こんな前になりましたけどね、はい、やっぱこの一戦なんかのお客って多いですよね。とにかく巨人型同士ですからね。アメリカに参りましてもこれだけの大型レスラーの対決というのはなかなか見られません。またもキーロックに入りましたジン・キニスキー。アメリカではちょっと見られないですね、はい。キニスキーが追う立場にあった12月3日の大阪府立体育会館は1本目が25分55秒、エビ固めでジャイアント馬場選手先勝、2本目にキニスキーが挽回しております6分8秒、そして決勝の3本目は優勢に立ったジャイアント馬場選手の
一瞬の隙をつきまして見事なバックドロップ5分10秒ジンキニスキーが輝く一勝を加えましてインターナショナル選手権ダッシュに成功したわけであります。ババ君の方が応援はもうずっと多いですね。はい、ジンキニスキーがロープをつかみますと大変な歓声が沸き起こります。2万を数えるオリンピックオーディトリアムの大観衆、ジャイアント馬場選手への声援であります。しかしキニスキー、戦うチャンピオンの面目躍如、動きが速くなってまいりました。とにかくもう素晴らしい元気ですね。はい、またもキーロックであります。ショートアームシザーズに組み止めましたチャンピオンキニスキー、相手のペースに巻き込まれると本当にズルズルズルっと時間が過ぎちゃいますね。はい、12月3日の大阪国立体育会館でのジン・キニスキー勝利の一戦もキニスキーペースで終始試合が展開いたしました。まあ、馬場選手にとってはですね、今日リターンマッチ、もしチャンピオンベルトを奪還することができるならばキニスキーのペースを打ち破って馬場選手のペースにいつ持っていくかということでしょうね。それとですね、あんまりこの相手に怒らせないようなね、はい、作戦もやっぱり考えていかないと向こうに怒られたら負けになりますからね。反則取られるともう移動しませんからね。その点も馬場君だいぶ慎重に考えてましたけどね。懸命にジン・キニスキーのショートアームシザーズを外そうという馬場選手、ロープに近くジン・キニスキーであります。日本テレビの日本プロレス中継、この放送は日本テレビ新春特別番組としてアメリカロサンゼルスオリンピックオーディトリアムよりカラー中継で日本のプロレスファンの皆様にお送りしております。ようやく離れました。馬場君最終的にですね、ダメだと思ったのかめちゃくちゃ攻撃するんでしょうね。はい、今のうちやっぱりそう、うまいペースで巻き込もうと思ってる作戦は取ってますけどね。大きくボディスラム、歓声が湧き上がります。キニスキーエプロンに逃れました。フライングヘッドシザーズ、ジャイアント馬場選手もハワイでのトレーニング、この一戦への意気込みは見事であります。素晴らしかったですね。今ね、頭の上、はい、気にして押さえたんですけどね、はい、少し脳天打ってます ね。 そうですね、あれ打つと脳天打つといいんですよね。とにかく140キロ大型のフライングヘッドシザーズであります。相手にかかる重量も大きく、ジン・キニスキーのダメージも大きいものと思われます。ジャイアント馬場選手の雄大なスケール、大きなフライングヘッドシザーズが決まりました。またも元の体勢、ジャイアント馬場選手たくましい足でジン・キニスキーを挟み込んでおります。パンチが出ます。チャンピオンからパンチが出ました。
ちょっと荒くなってきましたね、馬場選手うまく組み止めるか、またもフライングヘッドシサーズ、必勝の息に燃えるジャイアント馬場選手、今バーンと肩を打ちましたけどね、はい、やっぱ素晴らしい試合になりそうですね、本当に大型の迫力といいますか、リングサイドから素晴らしい熱気がこの満員のロサンゼルスオリンピックオーディトリアムを包み込んでいるような感じであります。馬場君はね、はい、こっち来てから調子はもういいですね、はあ、体も少し太ってますしね、キニスキーのリングシューズがロープにかかります。レフリーのレッドシューズブーガン、まだ気がつきません、今気がつきました、ロープを支えとしておりますジン・キニスキー、今なんかこれに対してカウントであります、レフリー完投行こうと思いましたね、はいはい、見ないと完投するところだったんですね、そうですね、アメリカのだからもうよっぽどああいうところ気をつけないと、一大関から大きくヘッドロック体当たり、フロットボーラーの出身ジン・キニスキーを大きくすくい投げから、またもフライングヘッドシサーズ、組み止めました、チャレンジャージン・キニスキー、いやチャレンジャーのジャイアント馬場選手であります、いいタイミングで行ってますね、だいぶキニスキーちょっと少し変な顔してますよ、ブレイクしてから荒くなりましたね、冷静さはジャイアント馬場選手にあるようであります、しかしいつもの表情と比べまして馬場選手はちょっと硬さがありますね、やはりこの一戦へかける意欲っていうものが硬くさせるのでしょう、表情がちょっと硬いジャイアント馬場選手であります。今レフリーねチョークあんまりしてないのにもう取られてますよね、アメリカのレフリーはちょっとよっぽど気をつけないと、喉に手をかけましたジャイアント馬場、大きくネックハンギング、もう一度ネックハンギング、ジャイアント馬場選手でやります、ロープにもたれかかってネックハンギングの猛攻を食らえますチャンピオン、さあ今いいチャンスですね、はい、チャレンジャーチャンス到来であります、続きに来ました対馬場作戦として首をトレーニングしたというジン・キニスキー、このところ続きを見せます、しかし馬場選手もジャイアント馬場独特の大きなチョップをジン・キニスキーの胸元に見舞っております、イケイケの声援であります、キニスキー場外へ逃れます、タイミングを外します、ローレン老高ベテランのジン・キニスキー、ああいう外にうんと出られるとちょっと具合悪いですよね、燃え上がったファイトを交わしますキニスキー、独特の心理作戦ですが、馬場選手今度はヘッドロックに決めて場外へ逃れるキニスキーをさらにリング中央へ持ってまいりました、
もう一度元の体勢、ジャイアント馬場選手。今馬場君の顔はちょっと悪い気の入った顔してますよ、はい、足を抱え込むキニスキーに対してヘッドロックにもう一度力を加えます。巻き上げます、ジャイアント馬場選手。あ、倒されました。トランクスを掴んでいたんでしょう、キニスキーであります。しかしもう一度ジャイアント馬場選手、大きくヘッドロックで巻き上げます。日本テレビの日本プロレス中継、この放送は三菱電機の提供で日本テレビ新春特別番組としてアメリカロサンゼルスオリンピックオーディトリアムよりカラー中継で日本のプロレスファンの皆様にお送りしております。チョップからまたもヘッドロック、体重を預けて動かないようにしておりますキニスキー。チャンスですね、チャンス到来、ジャイアント馬場。キニスキーがタイミングを外すか、馬場選手の猛攻に合うか、またも大きく巻き上げました、ねじ上げる。しかしユリースが姿めに行きます、ジン・キニスキー。この辺りのタイミングは誠に見事であります。ドリー・ファンク・ジュニアによもやと思われた敗戦を喫して以来無冠の帝王と言われました、このキニスキー。待望の NWA の伝統に輝くインターナショナルチャンピオンシップを獲得してますます元気であります。その絶対に離したくない NWA インターナショナル選手権をかけましての今日の一戦、一方は日本の伝統を守るべく継承すべく、さらに発展させるべくこのインターナショナル選手権への執念を燃やしておりますジャイアント馬場であります。インディアンデスロック、地獄攻めの体勢に入ります。ジャイアント馬場選手、ジャイアンチョップが繰り出されます。相手のペースに乗っちゃダメですね、はい、また先に行きますキニスキー。うつ伏せになりましたジャイアント馬場。安心したような時にパーッと出ますからね、だから馬場君はもうこの前 の、 その大阪でですね、よくもう分かってますからね、それはもう十分注意したと思いますよね、はい、あのシリーズは1回も出さなかったバックドロップ最後に出したわけですからね、それが命取りとなりましたジャイアント馬場選手。その敗戦の浮き目は十分に噛み締めております。首を挟み込んだ大きなリングシューズ、トランクスをつかむジン・キニスキー。レフリーのレッドシューズズーガンカウントを行います。ロープを支えにジン・キニスキーカウントの体勢ですが、観客席は全部ジャイアント馬場選手への応援であります。喉を挟み込んだたくましいジャイアント馬場選手、太い足であります。これはなかなか外せません。
逃げましたね。逃げましたね、どうしようもなかったんでしょうね。外れませんでしたね。あーっと危ない、ロープにかかった足をニードロップで痛めつけます。ジン・キニスキー不利な戦局を自分のペースに持ってくるのは誠に巧みであります。さすがは元 NWA 世界ヘビー級のチャンピオン、そして現在のインターナショナルチャンピオンでありますジン・キニスキー。レスリングの実力は計り知れないものがあります。またも足を殺しに行きますジン・キニスキー。あのね、ファンがですね、はい、ものすごくそのタイツを押さえたりさ、ロープを踏んだりしたら大きな声出しますからね。レフリーがよくそれに気づいてそのよく見ますよね、はい、このファンの声でだいぶ助けられてますよね。遠く日本から海を越えたロスアンゼルスオリンピックオーディトリアムで大観衆を、しかもその大観衆がジャイアント馬場選手へ声援を送っております。まあ、馬場選手にとっても大きな力ですね。やっぱり場所も馬場選手にとっては一番いいところですよね、はい。チャンピオンのジン・キニスキーは最初自分のホームリングでありますカナダのバンクーバーを指定してまいりました。パンチとチョップの応酬展開、馬場選手のチョップが冴え渡ります。ジャンピングして脳天チョップからさらに胸元へ骨も砕けようとばかりチョップを打ち込む、ジャイアンチョップカウンター打ち、ボディスラムに行きます。大きな音がしました。120キロ、ジン・キニスキー140キロ、ジャイアント馬場が覆いかぶさります。チャンス到来、チャレンジャージャイアント馬場、もう一度ジャイアンチョップ脳天打ちから大きく放りしてるような抱え投げでありますが、キニスキーも投げ返します。カウント2、もう一度ロープに飛ばして16番キックカウンター打ちからエビが止めか、レッドシューズドゥーガンカウント3、じっくりとカウント3、レフリーレッドシューズドゥーガンじっくりカウント3、ジャイアント馬場先勝であります。馬場一勝を挙げました、馬場一勝を挙げました。誠に鮮やかエビがためジャイアント馬場選手チャンピオンを打ち止めました。Ladies and gentlemen, after 39 minutes and 12 seconds with a leg lift, a body press and a fall to the great challenger from Japan, Shohei Baba. 一本目先勝、誠に見事なジャイアント馬場選手。日本テレビの日本プロレス中継、この放送は三菱電機の提供で日本テレビ新春特別番組としてアメリカロサンゼルスオリンピックオーディトリアムよりカラー中継で日本のプロレスファンの皆様にお送りしております。Thank you.
吉野里さん、一本目誠に見事でしたね。そうですね、今馬場君の顔がですね、高千穂君と会ってネタに立って笑ってますよね、はい、本当に嬉しそうな顔してますよね。とにかく馬場君あのこっち来てもう体張り切ってですね、調子はいいですよね。一方チャンピオンのジン・キニスキー、カウントが早かったという抗議を盛んに行っております。しかし今のカウントは完全でしたね、もう文句ない。まあ念を押したようなレフリーのカウント3でした、もう文句ないですね、はい、あのボテスラムも最近にないようなボテスラムを馬場君やりましたね、はい。まあ、この冷静さがなければ、チャレンジャーという立場はなかなか難しい。チャンピオンシップへの最短距離を歩くためには冷静さが必要ですね、今のような、もうリングサイド頑張れジャイアント馬場選手といったプラカードが出ております。もちろん手製の紙で書きました日照旗、これを持ち出しまして、日本人のファンの方々が応援を行いますが、これに対してジン・キリスキーが猛烈な抗議を行います。放送席にも襲いかかってまいりましたジン・キリスキーであります。ゴング鳴りました。エプロンにおりますジン・キリスキー、馬場選手の表情にちょっとゆとりが見えます。やや明るくなってまいりました。まず1本目を制止しましたチャレンジャーの馬場選手、担ぎ上げるベアハッグ、サバ折りに行きますジャイアント馬場、パンチ首頭打ちから猛烈なパンチを繰り出すチャンピオンのキリスキーであります。ゴーゴーたる歓声、チャレンジャーの馬場選手に集まります。レフリーはロープブレイク、別れ際激しい平手打ち、ボディに痛烈なパンチ、コーナーマットに打ちつけますキニスキー、肩にニースタンプ、レフリーが分けます。しかし一切これを厭いません。キニスキーの強烈なニースタンプが肩に命中しております。カウント3でようやく分かれましたが、首投げジン・キニスキーのペースでやります。ゆっくりボディープレスの体勢、カウント2、ジャイアント馬場チャンピオンを跳ねのけました。おっちょ、さあもう一踏ん張りで頑張らないといけませんね、はい、強烈です。ものすごいキック入ってますよ、はい、喉にですね、喉を踏みつけるジン・キニスキー、顔面を踏みつけるチャンピオン、三菱電機の製品はアメリカでは MGA というブランドで広く愛用されておりますが、その MGA にお勤めの方々今日はリングサイドにたくさん詰めかけております。声援が沸き起こりますが、ここでジン・キルスキーのペースか、猛烈な膝の打ち当てから踏みつけスタンピングに行きます。カナダ出身のチャンピオンキニスキー、ヘッドロックからおっとロープにもつれ込みました。
肩からの突進はさすがアメリカンフットボールの選手だっただけに強烈ですね。ここで腕を取りましたがロープブレーク、馬場選手は分かれました。分かれ際足を取るキニスキー、ボディスターズに行きます。下になっておりますチャレンジャーのジャイアント馬場選手。日本の誇る世界の巨人ジャイアント馬場、力道山以来の伝統に輝きますインターナショナル選手権を必ず奪還すべくこのアメリカに乗り込んでまいりました。ボストンクラブ逆エビ型、危ない配送やってますね。チャレンジャーピンチに追い込まれました。あんまりこれ時間が長いと、おう、コーナーマットに頭を預けるようにしてジン・キニスキー、ジャイアント馬場選手をボストンクラブ逆エビ固めの体勢に持ってまいります。ようやくここでレフリーブレイク、今のちょっと答えてますね。背骨を蹴ります。痛みをこらえるジャイアント馬場選手、容赦なく立ち上がらせ、さらにおっと場外か、場外へエプロンに倒れ込みました。ジャイアント馬場でやります。1本目チャレンジャー馬場選手戦勝の後、2本目が行われております。さあもう一度踏ん張りですね。立ち上がるか馬場選手、立ち上がりました。しかしここでもう一度キニスキーが馬場選手を痛めつけます。ニードロップを見舞った。しかし馬場選手も懸命に場内へ戻っております。喉元へのチョップ、胸板へチョップ、チョップ攻撃、馬場が立ち上がりました。馬場立ち上がる、ロープにキニスキーを飛ばした。32番ロケットキック、大きなフライングドロップキックが出ました。しかしさすがにジン・キニスキーカウント1で立ち上がっております。持ち上がった。しかしシュミット流バックブリーカー、ピンチであります馬場選手。フライングヘッドスターズが崩れた感じ、逆にジン・キニスキーがこれを受けてシュミット流バックブリーカーに来ました。もう一度シュミット流のバックブリーカー、カウントか、カウント3、チャンピオン挽回しました。チャンピオン挽回であります。やられましたね。いや、やっぱり最後はだいぶ頑張りましたけどね。はい、Ladies and gentlemen, that second fall scoring with the body press 8 minutes and 3 seconds going to the defending champion Gene Kaniski。これで1対1となりました。とにかくだん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 スタミナがもう弱らないですよね、この選手は。だからもう本当に頑張らないと、この分も油断も隙もありません。一本を取った後、ジン・キニスキー、ジャイアント馬場選手の背中を蹴りました。しかしとにかく1対1の振り出しに戻りました。日本テレビの日本プロレス中継、この放送は三菱電機の提供で日本テレビ新春特別番組としてアメリカロスアンゼルスオリンピックオーディトリアムよりカラー中継で日本のプロレスファンの皆様にお送りしております。
あここで頑張ってもらえないと。決勝の3本目ですね、どうでしょう馬場選手、ちょっと背骨のあたりをいたわっているような感じですが、だいぶあのさっきのコーナーでですね、はい、あのボストンクラブでだいぶ時間が長かったですね、もうあんまり熱くていかない方がいいですね、はい、60分3本勝負で争われますインターナショナル選手権試合、チャンピオンのジン・キニスキー、1本を返して決勝の3本目が始まっております。パンチをチョップで返しましたジャイアント馬場選手、もうこうなったら必死ですね、頭から行きましたキニスキー、その頭へジャイアント馬場の痛烈なチョップ攻撃、もう一度大きくチョップ攻撃からヤシの実割り豪快無比、ジャイアント馬場ヤシの実割りであります。もう一度大きく倒れておりますジン・キニスキー、しかしパンチを繰り出しました。馬場もキックで応酬であります。ジャイアントチョップ水平打ち、力道山以来の伝統に輝くインターナショナル選手権を奪還すべくジャイアント馬場選手懸命な攻撃を加えます。しかしさすがはチャンピオンジン・キニスキー、無類のタフネスぶりを発揮しております。やっぱ馬場選手の方が若いんですからね、はい、まだもうこれからですから、ここでもう本当に頑張ってもらいたいですね。ジャイアントチョップからロープに飛ばします。16番キックカウンター打ち、ロープに近く、ロープに両足をかけます。ジン・キニスキー誠に老快であります。じっくりとタイミングを外し、あるいは相手の動きを、また自分のポジションをよく心得ております。老快なジン・キニスキーであります。キニスキーがロープへ飛ばした、肩に当たった、両者倒れ込むリング上、ババババという声が巻き起こります。ババ立ち上がるという熱心なロサンゼルスオリンピックオーディトリアムのファンの声援であります。ババが一瞬高い、しかしバックドロップ、またも放たれました。伝家の宝刀バックドロップジン・キニスキー、しかしキニスキーも宝刀を打ちました。ダメージはイーブンであります。ババ選手も立ち上がる、立ち上がれるか、立ち上がった、ロープを支えに馬場選手立ち上がる、ジン・キニスキーが一瞬速い、キッチンシンクに行きます。今逃げてよかったですね、はい、コーナーへ立ち上がってコーナーだったからよかった、本当に九死に一生を得た感じであります。チャレンジャージャイアント馬場選手大きく息をしております。チャレンジャーの馬場、日本プロレスの伝統の火を消す前という意欲だけが今馬場選手の闘志となって現れているのでありましょう。もう必死ですね、こうなったら。うまく避けました、コーナーマットに足を打ちつけました。チャンピオンジン・キニスキーうまく避けました、しかしキックでいきます。キニスキーまたも肩に膝を打ち当てました。膝でのバッティング、ジン・キニスキー喉元へのパンチ、胸板に激しいキックからまたもシュミット流バックブリーカー、膝を痛めたか、キニスキー自ら膝を痛めました。キニスキーシュミット流バックブリーカーは決まりましたが、しかし馬場選手気力で立ち上がる、声援が力になります。
馬場選手、膝を痛めたジン・キリスキー、そら早く、ここがチャンスであります。ジャイアント馬場選手、右の膝を痛めておりますキニスキー、先ほどのコーナーマット、そして必死で繰り出したシュミット流バックブリーカーによりまして右膝を痛めました。チャンピオンジン・キニスキーであります。馬場選手チャンス到来、馬場チャンス到来であります。いけいけ、口笛、そして声援が巻き起こります。アメリカカリフォルニア州ロサンゼルスのオリンピックオーディトリアム、必死です。ロープにもつれ込む、必死でロープをつかむチャンピオンジン・キリスキー、チャンス到来。ジャイアント馬場、右膝をジャイアンチョップ、ジャイアンチョップ、さらに逆エビの体勢か、逆エビの体勢に持ってまいります。逆片エビ固め、逆片エビ固め、レッドシューズドゥーガン盛んにキニスキーに聞いております。ギブアップか、ギブアップか、レッドシューズドゥーガン、ギブアップ、ギブアップ3本目、ジャイアントボバ勝ちました。2対1、インターナショナル選手権奪還成功、インターナショナル選手権奪還成功、馬場選手やりました、誠に見事、馬場選手やりました、見事な勝利であります。高千穂が上がる、遠藤浩吉氏が上がる、ミスター元さんが上がる、痛められた右膝、これをかばいます。ジン・キリスキー、ついに最後は逆片エビ固め、チャンピオンのジン・キリスキーギブアップしました。Giving up to a half crab hold applied by Baba, the winner in 5 minutes 39 seconds, and again the new international heavyweight champion Shohei Baba。インターナショナル選手権奪還成功、ジャイアント馬場選手、キニスキーはまだ倒れております。右膝を完全に痛めましたジャイアント馬場選手、チャンピオンベルトがまたも馬場選手のものとなりました。満員の観衆に応えます馬場選手、キニスキーはようやく今レッドシューズズーガンに助けられております。それでは勝ちましたジャイアント馬場選手に聞いてみます。馬場選手おめでとうございます。どうもありがとうございます。必死だったですね。大阪の時にね、よもや負けると思ってなかったもんですからね、はい、負けて本当にもう大阪に負けた日から今日までね、もう本当に毎日悔しくて悔しくてね、どうしよう、どうしたらいいのかね、どうしもまた一遍負けてしまうとね、気持ちがこう億劫になりましてね、もう今日負けたらもう自分は本当にどうしていいのかわからんというようなね、なんかこう迷った気持ちがね、随分あったんですがね、もう本当に本当にほっとしましたね。そうですか、あのね、1本目取るまでね、非常にジン・キニスキーのペースが大阪の時と同じでキニスキーのペースでしたね、あれを破るのが大変だったでしょう。吉井馬ね、今日ね、はい、もう彼の得意技、あの岩石落としたね、やっぱりあのバックブリーカーね、あの2つだけを気をつけようという気持ちでね、バックブリーカーじゃなくて、あの脳天下が落としだけはね、はい、まあうまくね、あれ持ち上げられた時に足をちゃんと上げなかったんです、自分の足をね。なるほど、足を低くしておいたからね、その僕の頭を打つよりもキニスキーの方が強く打ったような感じがするんですよね。そうですね、ですからそのバックドロップを十分気をつけたのがね、
良かったと思うんですね。あですか。まあね、1本目を取れた、これは大阪の時と同じでしたから、ね、ですからね、もう今日だけは1本目取ってもね、はい、もう安心できない。安心は絶対できない、しかもアメリカのルールで、そうですね、反則では絶対に移動はないですからね。もうだから僕は前ここに思い出があるんですよ、ブラシーとかデストロイヤーにね、反則負けで移動しないというルールをね、2度使われて2度とも僕は WWA のベルトを取れなかったことがあるんですよね、ですからもう非常にそれを苦にしましたけどね、チャレンジャーだからね、もう言われる通りにしなきゃしょうがないでしょ、もう実にの心寂しかったですね。そうですか、とにかくもう思い切った一戦ができたということですね、これでお正月もゆっくり過ごせますね。そうですね、本当におめでとうございました。どうもありがとうございます、アメリカロサンゼルスで見事にジャイアント馬場選手選手権奪還であります、おめでとうございました。ありがとうございました。見事に選手権奪還に成功しました馬場選手の声をお伝えしました。まあ、吉野里さん、はい、本当に素晴らしい勝利だった。そうですね、もうとにかくね、もう完全なね、勝ちでありましたね。そうですね、とにかくもう日本のファンの皆さんですね、答えられてね、こんなにもう馬場君嬉しいことなかったでしょうね。今度馬場選手こっち来るときは本当のもう悲壮な気ついで来ましたからね、はい、馬場選手の勝利をお伝えいたしまして、それではこの辺でアメリカカリフォルニア州ロサンゼルスオリンピックオーディトリアムよりお別れいたします。全国のプロレスファンの皆さん、ごきげんよう。